はい、こんにちは、ムロです、真っ白いスニーカーが非常に欲しかったので、とってもシンプルで使い勝手の良さそうな白いスニーカーを購入したので紹介していこうかなと思います。はい、今回はリーボックの、シューズを購入しました。今回の購入先はビームスです。ビームスで購入しました。はい、今回購入したのはリーボックペーパーボーイビームストリプルコラボレーションクラブ C レガシーミルクボーイです。はい、今回購入したきっかけ、真っ白で使い勝手のいいスニーカーが欲しいなというふうにいろいろ探してはいたんです。それで、まあ、エアフォースワンとか、まあ、スタンスミスとか王道のとても使いやすい万人受けしているスニーカーでもいいかなというふうに思ったんですけど、素材感だったりとか頭こういった細かいステッチのギミックだったりとか、ちょっとこだわりがあるような白いスニーカーがないかなというふうに、インラインのスニーカーでもいいかなと思ったんですけど、まあいろいろ見ていると、まあ、今回コラボアイテムのこのクラブシーレガシーが出てきたので購入をしました。で、もともとこのクラブシーレガシーなんですけども、クラブシーという、リーボックのコート系のとても有名なスニーカーがあるんですね。で、そもそもそのクラブシーっていうのは、テニスシューズとして使われていたもので、クラブシーをアップデートさせてモダンさも足して作られた、モデルとなっておりまして、昨年2021年にリリースされているモデルとなっております。で、今回、とってもいいなっていうふうに思ったのが見えますかね、素材表示のこのタグのところに天然比較って書いてあるんですね。なのでアッパーに関しては天然比較で、今回のこのクラブシーレガシーミルクボーイに関しては天然比較ということで、とても足なじみも良さそうですし、履いていくと風合いも出て、とてもかっこいい一足になっていくのかなっていうふうに思いました。細かいところを見ていこうかなというふうに思います。アッパーは全部天然比較ということで、とても柔らかい革を使用しております。全体的にちょっとこう触ると細かいシワができるような、とても柔らかい天然比較、いいですね。シンプルでいいなって思うのは、こうステッチがいろいろ入っているところがとてもかっこいいなというふうに思いまして、細かい縫い合わせとかかっこいいですよね。で、ヒールに関してはリーボックと手書きの緩い感じの書体でプリントされています。わざわざこのタグのために、本来であればこのタグにこのリーボックと書いてしまえばいいところを、これがまあモダンさなんでしょうか、ちょっとわからないんですけど、わざわざ1枚切り出して上から縫い付けて、ソールに関してはゴム製ですね。このペーパーボーイの創始者クラブ C85 を幼少期の頃によく履いていたというような経緯があったようで、この自身のカフェで使用するミルクのイメージを結びつけて、まあ、ペーパーボーイから、まあ、ミルクボーイという風な、まあ、アレンジを聞かせたコンセプトで一足に落とし込んだっていうテーマがあるそうです。終端に関しては、とても象徴的なアイコンになっておりますけれども、ビームスとフォントで入っていて、いつもキャップ被ってるんですけど、キャップのここがリーボックのクラシックロゴになってます。ちょっとこういう細かいところいいですよね。そそられるなというふうに思います。インソールもこれくっついちゃってるんであれなんですけど、ビームストリーボックペーパーボーイトリプルネームのブランド名がプリントされていて、料理道具ですね、そういったものが、プリントされている T
デザインになっております。白いスニーカーとはいえどもペーパーボーイの、食とストリートをつなぐような、文化の発信の仕方っていうのはとても、目から鱗な作り方だなというふうに思いました。スウェットだったり、デニムでもいいかもしれませんし、トラックパンツでも全然合うのかなっていうところもあったので、意外と使い勝手が良さそうで、アパレルなんかも出ていて、アパレルも結構可愛いウェアたくさん出ていて、着てみたいななんて思うんですけど、まずはちょっとこのスニーカーから挑戦してみようかなというふうに思います。それではちょっと履いていこうかなというふうに思います。ですね、こういったペーパーボーイっていう風に入った、シューレースも一緒についてきてました。ちょっと通すと、くどくなるのかなと思うんで、白いシューレースでいいのかなという風に思います。白いスニーカーいろんなモデルありますけど、意外と、白いスニーカーっていうのを持っていなくて、とってもドシンプルなスニーカーを履いてみようかなというところもありまして、ちょっと挑戦の意味も込めて購入した一足です。はい、いろいろペーパーボーイコラボもしてますね。最近オールゴーンと、M991 でピンクのとても可愛いニューバランスのスニーカー出てますけど、オールゴーンを購入した中から当たりの剣が入っていて、それが入っていた人はその M991 が手に入るっていうようなちょっとしたイベントだったようですけども、あれは国内の販売はなさそうなので、とても残念ではありますけども、まだ全然このレガシーの方に関しては、メンズのサイズ全然取り扱いもあるので、ビームスの方でですね手に入れてもいいのかなっていうふうに思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。